まず、障害者権利条約においてですね、社会モデルと思われる規定が、あると。それをどう解釈するかというのが一つの論点だというところから、こういう話を、最初にさせていただきました。それでは、本題に入りたいと思います。それで、時間の制約から私は2つの問いについて、本日は、自分なりの、コメントをしたいと思っております。まず、障害者権利条約の前文のパラグラフ E ですね。ここに障害の概念が書いてあるんですけれども、これは障害の社会モデルのことを果たして意味しているんでしょうかと。で、もう一つの、質問、クエスチョンは、障害者権利条約の効果的な実施に関して、障害学はどのような役割を果たすことが期待されているのか。この2点です。この2点に対して、法学、もうちょっと特定すると、国際人権法学を専攻している私の、立場。で、またリードに所属している私の立場というところから、この二つの問いについて、考えてみたいと思います。で、まず、質問の 1について、しばらくスライド4つぐらいかけて、お話したいと思っております。9の1についてと。で、前文の、前文の E の規定なんですけれども、上に日本語、下に英語の、原文という形で記しました。で、最初に読み上げますと、障害は徐々に発展している概念であること。また、障害はインピアメントのある人と、態度及び環境に関する障壁との相互作用であって、彼らが他の者との平等基礎として、社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものから生じることというような、訳文になります。この訳文は、極めて、法律部に忠実な訳文になっております。したがって、普通の、翻訳等の観点から見ると、この日本語を見て、英語が、下のような英語ができるとは、必ずしも言えないぐらい、若干その法律学特有の訳になっています。で、英語を見ますと、ざっと、disability is an evolving concept and thatDisability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others となっております。で、一点だけこの、訳文について、注意しなくてはいけないのは、英文で言うところの、失礼しました。ここのざっとです。このざっとっていうものが何を指しているかというと、バリアーズを指しているのではなくて、まあ当然ヒンダーズという三単元の S がついてますので、バリアーズを指しているのではなくて、先のインタラクションを、主食しているわけですね。つまり、こういうことが言えるわけです。ディサビリティというのは、インピアメントのある人と、態度及び環境との、環境の障壁との相互作用から生じるものだ。つまり、ディサビリティっていうのは、個人のインピアメントと、社会のバリアとの相互作用によって生じるんだっていうことがまず、一つ言えるわけです。もう一つ言えることは、その相互作用とは、
その相互作用とはどういうものかっていうと、インピアメントのある人、ゼア、彼らの完全かつ効果的な社会参加、他の者との平等と、を基礎とした社会参加を妨げるようなインタラクションから生じるんだということを言ってるわけです。で、これが果たして、障害の社会モデルを意味しているのかどうかというところなんですけども、これは実は争いがありまして、社会モデルをどう捉えるかによって答えが変わってくるということになります。私の見解としましては、9の1、また続きですけれども、前文 E は、英国の社会モデルではなくて、米国の社会モデルを採用していると、言いたいと思います。で、まず、その米国の社会モデルとは何かということなんですけれども、読み上げます。米国社会モデルにおける障害の定義とは、インペアメントと社会障壁との相互作用で発生する当事者の不利に、障害という、ディサビリティという言葉を与え、かつ、医学モデルに対抗するために社会障壁の問題を強調するものを言います。これを若干説明いたしますと、まず医学モデルというものが、社会モデルとつい、いつも対になって論じられるわけですね。社会モデルを論じるということは医学モデルを否定するというニュアンスが入るわけです。では、医学モデルとは何かというと、これは一般に還元主義的な考え方、本質主義的な考え方でして、個人が、不利益を、社会的政治的に不利益を被ってしまう理由は、その個人のインピアメントにあるんだ。インピアメントが原因で、その人は社会的政治的に不平等、社会参加が妨げられたりするんだということですね。ここでいうインピアメントっていうのは、心と体、心身の、医学的な特徴だと考えていただいて結構です。で、このインピアメントがあるから、私は不利益を被るから、このインピアメントがなくなれば、私の不利はなくなるんだと。そういう単純な考え方を、医学モデルという。それに対して社会モデルというのは、いや、そうではないと。私は、インピアメントは確かに持っているけれども、周りの社会、環境との相互作用によって、私は不利益を被っている。そういうことを言っているわけです。これが社会モデルの、いわゆる形式的定義というところです。で、次にこの社会モデルの実質的定義とは何かというと、私は、インペアメントと社会の環境との相互作用によって不利益を被っているんだけれども、特にですね、医学モデルというものを、これを対抗するという観点から、協調点がインペアメントからより広い社会政治的な環境に協調点を移すと。これが障害の実質的定義と。